こちらはラサで一番人気と言われているヨーグルト店です。あるコンセプトがとても有名だそうです。それでは早速入ってみましょう。こちらのお店は2007年に開店したラサ市で一番人気のヨーグルト店。ヨーグルトの特徴はチベットの特産ヤクの牛乳を使用したヨーグルト。味はもちろんバラの花のトッピングなどリピーターが絶えない人気商品を数多く生み出しています。さあこちらお店人気のバラの味のヤクのヨーグルトです。いただきます。ああバラのすっきりした感じ、そしてヨーグルトがちょっと酸味が強めですね。ただお店の人の話では昔もっとヨーグルトの酸味強かったそうなので、少しずつこの味が改良してみんなに受け入れられる味になっているそうです。そしてチベットならではの特別な材料で作ったケーキも人気メニューの一つ。こちらはヤクのヨーグルトのケーキ、下の生地が裸麦の生地となっています。いただきます。おお、弾力がある。プルン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 、ヨーグルトケーキだからすごいすっきりしていて、やっぱりこのケーキならではの弾力があるっていうのがすごいねポイントだと思います。これはね止まらないですね、うん、また店内全体にずらりと貼られている写真も話題になっています。ここの店のコンセプトは思い出です。後ろにずらっと並んでいる写真はこのお店を訪れた人たちの写真です。お店の人によりますと、いつまたここに戻ってきてもいいように見つかりやすい場所に写真を貼っているということです。そして2007年からつけている思い出ノートというものがあるんですけども、みんなメッセージをたくさん書いていまして、また来るねということも書いていました。さらに中には旅行に来ました以外にも、彼女に対してプロポーズしましたとか、そのような思い出、ここでの一つの思い出になるような言葉もそのノートの中には書き入れられています。はい、できました。このようにしてこう写真を貼っていくわけですが、私も自分の写真で思い出をラサに残していくことにしました。はい、写真できました。この写真を壁に貼っていきます。どこにしようかしら、ここかな、ここに写真を貼りました。またこの写真とツーショットを撮れる日が来ることを願っています。14年間の歴史がこのお店には刻まれています。日々の人生は変化していきますが、ここを訪れた時の思い出が色褪せることはありません。みんなの思いがこれからも引き継がれていきます。